一体何をした？落ち着け。簡単な検証方法があるはずだ。たったの36番目。残念だ。君の才能はその程度じゃないと思うが、データの真偽はさておき、知能で人を評価するのは無意味なことだ。お前がイリアスに行ったことか。それが今ハチの巣の共有記憶に。なるほど。彼らの視力を肥大化させ、ハチの巣を内部から壊すつもりか。元より人とは不揃いの一心、そんなもので塔を築くつもりだったのか。マスターマインドの威信が落ちた時、彼らは俺の言葉について考え始める。機械のようにお前の道具として一生を生きる。果たしてそんな価値はあるのか。一人でもそう考えれば、私欲と疑いと恐怖が君の作り上げた意識の網を伝い蔓延する。その時蜂の巣とは名ばかりの抜け殻になる。まただ。私はマスターマインドだぞ。必ずや方法が。もう遅い。私欲が積み重なった末に、ハチの群れは王を殺す。私がマスターマインドだったら負けなかったのに。俺はこんな後ろにいるべきじゃない。シナージュは嘘つくな。聞いてた話と違うわ。その席を渡せ。